ディキシーはアメリカ海軍の補助巡洋艦、後に駆逐艦母艦に改装された。ディキシーは蒸気ブリックのエルリオとして1893年にバージニア州ニューポートニューズのニューポートニューズ造船ドライドック社で建造され、1898年4月15日に海軍によって取得された。ニューポートニューズ造船によって 補助巡洋艦へと回収され、1898年4月19日に艦長チャールズ・ヘンリー・デービス中佐の指揮下収益した。ディキシーは1898年6月11日にハンプトン・ローズを出港し、6月19日にサンティアーゴ・デ・クーバに到着した。北、大西洋艦隊東方戦隊に配属され、米西戦争の間、ディキシーは、 西インド諸島を巡航し、封鎖及び陸軍輸送船団の護衛任務に従事した。7月27日、28日には、プエルトリコのポンセの占領に参加し、上陸部隊がポンセトラプラヤを占領した。8月24日にグアンタナモアンを出港し、9月22日にフィラデルフィアに到着、そこで1899年3月7日に予備役となる。 ディキシーは3月15日から7月15日まで輸送任務のため陸軍省に対応された。1899年11月15日に最終駅するとディキシーは新兵のための訓練下任務に従事した。1899年12月17日から1900年8月8日まで西インド諸島、地中海、スエズ運河からフィリピンへと巡行し、 カビテの基地に兵員を輸送、その後同じルートで帰国した。もう一つの訓練巡行は1900年9月29日から1901年2月28日にかけて行われ、アゾレス諸島まで、その後1901年5月7日から7月3日まで、南大西洋ステーションに対して兵員と物資の輸送を行い、 1901年7月24日から1902年5月7日まで、再び北ヨーロッパ及び地中海への訓練巡行を行う。1902年5月14日から6月6日まで、西インド諸島のマルティニーク及びセントビンセント島の火山噴火による被災者への救援物資を運ぶ任務に従事した。ディキシーは1902年7月21日にニューヨーク海軍交渉で、 予備役となった。ディキシーは1903年10月1日に最終駅市北大西洋艦隊カリブ海戦隊に配属された。東海岸での輸送任務やカリブ海パナマ運河で海兵隊の輸送、新兵の訓練、他の艦艇への補充人員の輸送、砲撃訓練などを行った。その後特別任務を命じられ、1905年6月26日に フィラデルフィアを出港、8月30日の日食を観察するための科学者の一団を乗せ地中海へ向かった。7月21日にアルジェリアのボーンに到着、第2日食観察ステーションを設立した。フィラデルフィアには10月13日に帰還、その10日後に予備役となる。1906年6月2日に最終駅すると、 1907年11月1日まで任務に就いた。ディキシーはカリブ海で海兵隊及び物資の輸送を担当し、同地でアメリカ合衆国の権益保護に貢献した。その後予備役状態で保管され、1909年2月2日に再び復帰、大西洋水雷小艦隊及び大西洋艦隊駆逐艦船隊のための母艦任務に就く。 この任務のため、東海岸、カリブ海、メキシコ湾で活動した。駆逐艦母艦としての任務に加え、潜水艦の牽引、海兵隊を呼びたの艦の乗員の運搬、コロンへのニカラグア派遣軍の運搬を行い、1914年4月から5月にかけては、メキシコ湾沖で、作戦活動に従事、物資と難民を輸送した。キシーは1915年12月16日に、 フィラデルフィアに帰還した。1916年6月18日から1917年5月6日まで、ディキシーは大西洋艦隊駆逐艦隊で母艦任務に従事し、キーウェストにおいて偵察部隊第4戦隊の母艦として、駆逐艦と共に砲撃訓練を行い、艦隊と共に演習を行った。また、手紙や物資を輸送し、メキシコからの難民を、 テキサス州ガルベストンに送り届けた。アメリカ合衆国が第一次世界大戦へ参戦。すると、ディキシーは1917年5月31日にフィラデルフィアを出港し、ヨーロッパ派遣軍に加わった。6月12日にアイルランドのクイーンズタウンに到着し、同地を拠点とする駆逐艦の母艦として1918年12月15日まで任務に従事した。 途中1917年6月21日から8月27日まで、アイルランドのベレハアベンでも同様の任務に従事した。1919年2月22日にフィラデルフィアに帰還、リキシーは東海岸沿い及びハリブ海で駆逐症艦隊の母艦任務を継続した。1919年2月24日、ジャマイカのキングストーン沖で座礁する。 ディキシーはブリッジポートに牽引され離床し、その後は自力でグアンタナモアンに帰還した。ディキシーは1920年7月16日にフィラデルフィアに到着、7月17日に AD-1 に監首変更され、フィラデルフィア海軍交渉で予備役となった。1922年4月6日から5月17日まで、 再び、大西洋艦隊駆逐艦船隊の母艦として、ニューヨークからサウスカロライナ州チャールストンまで巡航した。ディキシーは1922年6月30日に退役し、9月25日にスクラップとして売却された。ありがとうございます。